富士宮市の富士ミルクランドでアコースティックギターの音楽イベント富士山アコギリジャンボリー2015が開催されました。これはギター好きの人々の全国コミュニティである戦う親父の応援団の静岡県支部の一つ SP 富士山が20日と21日の2日間にわたって開催したものです。ジャンルや年齢など条件を問わずアマチュア奏者の人たちに富士山のふもとで思い切り演奏を楽しんでもらうとともに、出演者同士や地域の人、観光客などとも交流を深めてもらおうというものです。イベントは去年から始まり大変好評だったということもあり、今回は出演者の募集が始まってすぐに定員に達し、県内はもとより関東一円からや岐阜県からの応募もあり、総勢26組35人が出演しました。この日のイベントは午前10時にスタートし、さまざまな出演者が自身が作曲したオリジナルソングや懐かしの名曲などを披露しました。もうこんな広い空間で歌ったことなかったんで、とっても気持ちいいです。いや、空気がいいし、何しろ富士山が背景ですから、なんかちょっと力が入りますよね。富士山朝霧高原をですね、アコースティックギター、略してアコギにかけて、アコギ弾きのメッカにしようということが大きな目的で、40代50代60代、そういった大人がですね、一箇所に集まってワイワイ楽しくやろうということです。年に1回程度こういった大人のお祭りがですね、できればいいなとは考えてます。